学球とは、形態学的に最も洋弱な血液細胞のことであり、骨髄学球を含む、より広範な概念である。実際には、白血病細胞である、可能性が高い細胞を意味することが多い。造血管細胞とその細胞系付腐球は、顕微鏡による血液あるいは、骨髄の形態観察において、造血管細胞から分化の方向が確実に、わかるほどには、 成熟が進んでいない、弱な形態の血液細胞のことである。健康な人間の末梢血で観察されることはない。健康人の正常な骨髄においては、有核細胞のうちの数パーセント以下しか存在しない。その大多数は、表面マーカーで分類される骨髄が球であり、他には、リンパが球や単が球、巨核が球などが相当する。しかし、 形態学的にはこれらは、分類が困難である。病的細胞である、白血病細胞も形態学的には洋弱な、血液細胞に似た形態を取るため、崖球あるいは崖球様細胞と認識される。なお、正常な全骨髄球以降の下流球の洋弱玉は、形態的にも分化がある程度進んでおり、崖球には分類されない。また、 血球分類で赤血球系の正常な養弱細胞である赤蛇球には蛇球という言葉が入っているが、赤血球への分化の方向が見えており、一般に言う蛇球とはされない。臨床的に蛇球が意識されるのは異常な出現がある時であり、癌の骨転移などを除くとほとんどの場合は白血病の時である。従って異常な出現によって認識された場合、蛇球は 白血病細胞の可能性が高く、白血病細胞とほぼ同義で使われることが多い。健康人の骨髄では数パーセント以下であるが球が20%以上に増えた状態を、風では急性白血病としている。急性白血病の特徴は洋弱な血液細胞が著名に増加することである。健康人の正常な骨髄では下級には、 正常な全探求や全骨髄球、赤が球は含めないが、しかし、骨髄で養弱細胞が著名に増加し、急性骨髄探求性白血病、急性探求性白血病が疑われる場合には、全探求を、急性前骨髄急性白血病が疑われる場合では、全骨髄球を、急性赤が急性白血病、赤白血病、 ママル M6 が疑われる場合では赤画球をそれぞれが球に含める。ありがとうございます。